まあ、率直に今回の大会、世界選手権どうでした？技術と体が全然違くて、僕は何もできなかったですね。あ、そうですか、はい、何もできなかったというと、自分のその特技というか、いいプレーがそうですね、はい、そんな悔しいと言っていいですか？悔しいと言っていいですね、はい。次回の その大会に向けてというか、まあ、そのナショナルチームで戦うときに向けてですね、対策というか、まあ、ヨーロッパの選手ですね、大きかったり、まあ、自分も大きいだけどね、それでその技術が強いしなかったというのは、何かその対策というかね、どういうふうにこう準備していかないといけないかな。ですね。日本ではもう大きい方なんですけど、海外に行ったらさらに大きいじゃないですか。それに勝つためには今のプレーでは勝てないんですよ。だから日本人らしいプレーをしてヨーロッパに勝つっていうのが自分の目標だと思います。その日本人らしいプレーでヨーロッパに勝つって具体的にどういったっていうのは、ちっちゃいところをくぐり抜けたりとか、速いパス回しで相手を翻弄するとか、そういうちっちゃいからこそできるプレーっていうのを目指します。それをやるためにどういうトレーニングをしたらいいですか？連携とかフェイントを磨いたり、ステップシュート、ロングシュートは飛んじゃったら押されちゃうので、ステップシュートでもらったらすぐ打つとか、そういうのでやっていきたいと思います。今まで、そういうことはあんまりそこまで気にしてなかったっていうか。そうですね、まあ、だから とはいえ、ね、今回のその大会に、世界選手権に向けて自分なりにテーマを持っていろいろと練習したと思う。それって言ってどういったものなんですか？今回の大会は自分は主にディフェンスで使われることが多いので、その大きい相手にどれだけハードに当たれるかということを目標にしてやってきたんですけど、やっぱり上には上がいるなという感じで、パワー負けした。そうですね。まあ、でもね、久保田君もまだ大きいでいるしね。あと、そうですね、なんか印象に残ってる試合とか何かありますか？そうですね、マケドニア戦で、あんま出てなかったんですけど、最後の最後で清水と僕で監督に何かしてこいって言われてで出たんですよ。でその時にラスト30秒ぐらいで自分がブラインドを決めてチームが盛り上がったっていうのが一番印象のことです。あと失敗したプレーというか、まあ、そのこの試合のこういうプレーが失敗したプレーは、まあ、毎試合失敗してるんですけど、特にアイスランじゃなくてアルゼンチンですよね。アルゼンチンの時に相手が5人 で僕らが6人で圧倒的有利なのにパスミスをしてしまって、相手に逆速攻を食らうっていうのが一番失敗ですね。それが結構何回もあって、マケドニア戦、いや、アルゼンチンです。他の試合も結構あるんですけど、そういうのが多いですね。まあ、そういう中ですね、久保田選手が思っているのは、海外この選手でいいなとか、お手本にしたいなとか。海外ですか？まあ、この間の試合で、ね、デンマークの左45の選手が僕よりちょっと身長がちょっと大きくて、寝方も ごついんですけど、そのプレーが、そいつのプレーがあれですね、うまいですね。いや、それもなんか見た時に、あ、俺でかいだけダメなんだって。そうですね、それを感じたと、はい、じゃあいい勉強になった試合だった。そうですね。あとその、まあ、じゃあその次がね、またその世界ナショナルチームとして戦うときに、自分的に、まあ、どういった目標を持ってやりたいですか？まずは、前の大会が9位だったので、とりあえずまずはベスト8に入って、それからメダル。を取れるようにまず体作りからやっていきたいと思います。体作りというか、ウェイトというか、そうもっと大きく、でも大きくなったら大きくなったらですね、そうなんですよ、小さい時できなくて、そうなんです。だからウェイトはあんまりしないですね。体幹とか体の軸を
中の方そうです、みんな、そうです、